こんにちは、刺繍のトリコです。前回こちらの動画で紹介したダイソーの商品パターンプレートですが、簡単に図案が描けてとっても便利と紹介しましたところ、ぜひ他の図案も知りたいとのお声をいただきました。ですので今回追加で3パターン図案の作り方をメインにご紹介していきたいと思います。このパターンプレート、いろんなテイストの図案も簡単に作れちゃいます。今回は皆さんが図案を作るときに参考になるように、アンティーク系、リアル系、フェミニン系、この3パターンで図案を作っていきます。もちろん簡単にです。2つ目のリアル系で作るお花は、前回の動画で刺繍した季節のお花ひまわりに続いて、今の季節らしい朝顔の図案を作っていきますよ。お楽しみに。では早速1つ目の図案、アンティーク系のお花を作っていきたいと思います。まず布の真ん中に30ミリの楕円を描きます。今回は私は描いていないのですが、ここで上下左右に印をつけておくと後々ずれにくくなります。次に外側に一回り大きい36ミリの楕円を描きます。印をつけている方はその印を合わせて楕円を描くとずれにくくなります。外枠の出来上がりです。次はお花を描いていきます。10ミリの丸を真ん中の少し上あたりに描いて、上下に印をつけます。その印を合わせて6ミリの丸を描きます。描けたら上下の印を目安に1センチほど直線を引きます。あとは手書きで平たい葉っぱを4つ描きましょう。花びらは5枚にしたいので5等分に線を引いていきます。こんな感じで5枚の花びらを作るイメージです。アンティーク系図案の完成です。早速刺繍していきます。まずは枠から刺繍します。外側をアウトラインステッチ、内側をバックステッチで刺繍します。次は茎をアウトラインステッチ、葉をサテンステッチで刺繍します。花びらをサテンステッチで刺繍して、中心部分に飾りをつけたら完成です。次は2つ目の図案、リアル系のお花朝顔を作っていきたいと思います。まずは26ミリの楕円を横にして描きます。次は16ミリの六角形を描いていくんですが、ここで注目ポイント。このように六角形の上下が楕円と重なるところにプレートを置きます。そしてこの六角形の角の部分だけ印を入れていきます。できましたら対角線の点同士を結んでいきましょう。あとは葉っぱを手書きで好きなように書いて、茎とつるも書いていきます。朝顔らしくくるんとしておきます。仕上げに花びらの立体感が欲しいので、六角形を元に描いた線に沿って輪郭をふっくら描いていきます。
リアル系図案朝顔の完成です。刺繍していきます。茎とつるをアウトラインステッチで刺繍します。葉っぱをサテンステッチで刺繍します。花びらをロング&ショートステッチで刺繍します。中心部分はストレートステッチで刺繍すると完成です。最後は3つ目の図案、フェミニン系のお花を作っていきたいと思います。まずは36ミリの楕円を描いて、少しずらしてまた36ミリの楕円を描きます。次は左上あたりに10ミリの六角形を描いて、その右下あたりに6ミリの六角形、またその下に6ミリの六角形を描いていきます。最後に薄めの葉っぱを手書きで描くと、フェミニン系図案の完成です。刺繍していきます。こちらも枠から先に刺繍していきます。枠はアウトラインステッチで刺繍します。葉っぱをサテンステッチで刺繍します。花びらをレゼデイジーステッチで刺繍します。ちょっと飾りをつけて完成です。今回アンティーク系、リアル系、フェミニン系、この3パターン図案を作ってみました。同じ形を重ねたりずらしたり連続させてみたり、本当簡単にどんなテイストの図案も作れちゃいます。一つのプレートに5種類もの形がありサイズも多くありますので、図案作成が苦手な方本当に使えます。皆さんも簡単に図案作りしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。